女子シングルのオリジナルプログラム、そのトップは日本の八木沼純子です。最初にコンビネーションジャンプがあります。トリプルトーループから、あっとダブルトーループはちょっと失敗。フラインキャメルスピンですね。はい、2分40秒の中に8つの要素を織り込みます。オリジナルプログラム、ダブルアクセル、スパイラルステップシーケンスですね。これで5つの要素が入りました。今年の世界選手権の後スペインに行った時にこの曲を見つけ、そして使っております。ドーナ・フランシスクイータ他の曲です。ストレートラインのステップ終了。ダブルフリップですが、ダブルフリップですね。あのステップから、飛ばなきゃいけないあのジャンプですね。もう少しスピードが欲しいというようなこととか、まあ、あとあれですね、あの、まあ、演技力ですね。あ、プレゼンテーション5点台は2人3人出ています。 4.9、4.9、4.9、5.0、5.0、4.8、5.0。 ハードボイルドタッチで始まりました。ハイソサエティ。ダブルアクセル。ダブルアクセルですね。コンビネーションジャンプどうでしょうか。トリプルトーループ、ダブルトーループ、決まりました。決まりましたね。非常に手足の長い大柄なカローラ・ウォルフ選手。ちょっとあのスピンの軸がちょっとバランスがずれましたね。はい。スローパートに入ってきました。1m71cm、55kg です。ダブルフリップですね。
ンポが変わってストレートラインステップ、細かいステップの動きはどうでしょうか。まああんまり難しいステップが入ってないんですけどね、ええ、動きが大きいんで、まあ、あの派手に見えますね。にっこり西ドイツのカローラ、11番クリスティ山口さん、アメリカ、クリスティ山口 USA、 おなじみアメリカのクリスティ山口選手です。ダブルフィップですね。この後にコンビネーションのジャンプがありますが、トリプルループ、その後ダブルトーループというコンビネーションですが失敗。綺麗なスピンですね。そうですね、綺麗なレイバックスピンですね。サーキュラーステップですね。はい、フライングキャメルです。ダブルアクセル、ダブルアクセルです。余裕十分です。鮮やかな表現力があります山口さん。スピードのありますスピン、あの大体あの姿勢を変えるとあの回転の速度が落ちてくるんですけれども、まあ、非常にあのあれですね、スピードも落ちないで回ってますね。アメリカのクリスティ山口選手ですから、まあ彼女の場合にはあの今日あのすでにペアをやってますね、でそれもオリジナルプログラムであるということでですね、まあ通常の倍のですね、まあ今日はプレッシャーの中にいたと思うんですよ。ですからそういう意味で非常に精神的な疲労がですね重んでると思いますね。まあその中でこれだけやったっていうのも確かに大したこと、あの素晴らしいことですね。朝の6時45分からの練習から始まって長いですよね。得点を待ちます。山口さんの得点、エレメンツ、リクワイアードエレメンツ 4.6、 5.2、 韓国のジャッジが 4.6 という数字をつけていますが、他は5点台、 5.0、 5.1、 5.2、 5.2。 The marks for required elements 4.6, 5.2, 5.0, 5.0, 5.0, 5.1, 5.2, 5.2。続いてプレゼンテーション、プレゼンテーション 5.7 という数字も3人あります。 5.4、 5.5、 5.5、 5.5、 5.5。
この評価いかがですか。そうですね、まあ、やはり良かったと思いますね。これで12番伊藤みどりさん、日本。みどり伊藤 of Japan。 日本の伊藤みどりさん登場です。グレン・ミラーの曲を選びました。伊藤さん、すごいスピードです。はい、ダブルトーループ、トリプルトーループ、ダブルからトリプル、もう軽々ですね、すごいステップで、ダブル、いや、ダブルループですね。ああ高いフライングジャンプからのこのスピン、デスドロップですね。デスドロップ、こういう速いところから柔らかいところへのメリハリの効かせ方っていうのが上手くなりましたね。なるほど。スパイラルステップを終わります。プレイバックスピンです。カメラがすごいですね。一列に並んでますね。ストレートラインステップ、動きが早いですね、でもこれだけ動いてる割にはですね、はい、H の効力削る音が少ないんですね。あ、まあ、それだけ滑りがうまいということです。ジャッジ席に向かいます。ダブルアクセル、高々と決めます。日本伊藤みどりさん、自分でも拍手をしています。さすがに世界チャンピオンという、まあ、余裕十分の滑りだったと思います。もう本当にゆとりすら見えましたね。今日はどうしてもオリジナルプログラム、五十嵐さんご指摘のように緊張して硬くなって思わぬところで転倒というシーンが続いたんですが ね、 そうですね、最後にこう締めましたね。もう本当に毎回この彼女の、ね、解説の時にはすごいとさすがしか言わないんですけれども、本当に、まあ、このジャンプにしましてもね、男子顔負けですね。ダブルループからトリプルトーループ、あ、ダブルトーループからですね。ダブルトーループからね、このダブルアクセルもですね、踏み切りがすごい高いですね。場内掲示板に得点が出ていまして 5.8 以下がありませんね。ありませんね。オリジナルプログラムでこれだけの点が出ればですね、ほぼ完璧と言ってもいいと思います。今年日本人として初めての世界チャンピオンに輝きました伊藤さん、ちょっと心なしか大人の雰囲気が出てきましたね。そうですね、6.0 プレゼンテーションで見てみたいもんですね、どうでしょうか。
5.9、3人が5.9 です。でもここまでも今日ね転倒が続いている中でですね、はい、まあ、これだけもしっかり滑ったんだから、まあ、6.0 出してあげた気がしましたね。おめでとうという声もかかっております。